4月の東京展は、東京雄大さんと、今回は初めてはないんです。非常に価値ある展示会だった、まあ、そうです。世界中で、まあ、何か、その意味を語っていただきました。グループ展とか、公募展とか、そういうのを回せれば割と、はい、例えば、アメリカとか、そうですね、はい。アメリカ、ニューヨークですね、とか、オーストラリアとか、あと、公募展的なもので言えばパリとか、グループ展とかで言えばモンゴルとか、ワークショップ的なもので言えばスペインとか、まあ、いろんなところで発表させてもらったりしてるんですけど、で東京も初めてではないんです、はい、でもその僕が今回一番価値があるってその新聞の方にも載せてもらったのは、あの作品展ギャラリーとかがあろうって、その作品展には、まあ、大きく分けて2つあるんですけど、その企画画廊と歌手画廊というかギャラリーがあって、そのいわゆる歌手画廊、歌手ギャラリーっていうのは、まあ、レンタルスペース的なところなんですね、うん、1週間とか、そうですね、1週間ギャラリー借りますとかに払って借りて、うん、そこで作品展、うん、まあ、普通が普通、まあ、どっちが普通とかはないですけど、それが多いですよね。で、だから僕もずっとそれでした。で、もう一つの企画っていうのは、その画廊とかギャラリー側が、まあ、まさに企画する、主催するっていうか、だから、あの、まあ、要はそのギャラリーのオーナーの目がにかなうというか、認めてもらえないとできないというか、レンタルスペース的な料金を払わない代わりに作品を売ってもらってっていう形になるんですけど、だから、まあもちろん、ね、売れないとこもあるし、みたいなことなんですけど、特に、まあ他の、ね、画家さんとかそういう他のジャンルのアーティストの方たちは、まあそれが当たり前のように生活してるかもしれませんけど、書の世界は、その企画でされた方はいないです。僕の師匠とかも入れても、まあしないというより多分、まあできない、その業界なんでなかなかできないと思います、ね、それを今回やれた。そうですね、まあできないというか、まずなかなか書の作品って売れないですもんね、今の時代ね、まあ売れないんですか。あまり、まあ、まず最近掛け軸なんかしちゃうと床の間がない映画化台とかでっていう問題もありますし、まあそれぐらいの問題ならいいんですけど、何でしょう、書家って言ってる僕が言うもなんですけど、書家の書いた作品って偉そうでしょなんかあれを買って部屋のリビングとかに飾ろうかなっていう気はしないでしょそうというか、僕の恩師もおっしゃってて、よくあの、ね、皆さん一般の人も書は好きだけど書家の書く書は嫌いっていう人が多いとか、ね、僕の好きな良寛さんも言ってますね、書家は書道家の書は嫌いとかって言ってますけど、なんか偉そうというか、だからまあ新聞にも書かせてもらったんですけど、やっとなんか偉そうじゃないというか、一般の人に見てもらえる作品が書けるようになったのかなって、そのギャラリーの、ね、オーナーに認めてもらったというか、そこのギャラリー自体も書の作品っていうのをするのは初めて、もう歴史のある画廊なんでしょ。歴史というか、まあ、僕が知り合って十数年ですけど、初めて書道、そこのギャラリーはね、するのはね、はい、なんで、まあ、やっとなんかスタートラインだったかな、その僕があの描いてる理想の、その、なんていうかね、書家だけに限らず、その芸術家というか、美術家というか、その表現者としてのね、スタートラインに当たったかな。今回、そのオーナーの企画に乗った、ね、そうですね、はい、させてもらえたんですね、やってってことでさせてもらえたので。まあ、そういう意味で僕の中ではこれまでやってきた作品の中では一番価値があるのかなって、はい、
まあ、その一つにはそのオーナーが書道展をしたのが初めていう、それもすごいよね。そうですね、はい。まあ、その企画の場合はどうしてもその画廊なりギャラリーの何でしょうね、色というかそういうのがあるので、なんかそのオーナーの好みとかもあるし、そこの、ね、画廊が抱えているコレクターの方の好みもあるし、偏ってきてしまいますね。画廊のオーナーは雄大君を気に入ったのか、それとも雄大君の作品を気に入ったのか、どうなんでしょう。もうなんか気になるんですね。ショパンの作品を見ても今まで見た中ではいいなと思ったのがなかったんですかね。画廊イコール画商、はい、なんですか。そうでもないよね。ただレンタル場所を貸すだけですね。まあ同じところもあるし別のところもあるし、うん、でそのギャラリーに集まってこられてる方々が画商さんで、ね、コレクターとかが来ていて、ユータルのお客さんだとどんな人が多いの。今回は結局ほぼお友達でした。だから手放しには喜んでいないかな。誰の友達だろう、はい、だから東京の方にいる友達が、うん、だからまあありがたいことにまあたくさん買ってもらえたんですけど、でももうほぼ友達なんで、うん、まあ両手放しでは喜べないかな、うん。ああ、広がりがないこと。まあそこからこれからの次回、その3は最終回になります。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。